こんにちは。こんにちは。はい、会2日目です。今ね、これ、僕の家ですね。ちょっと、草木に覆われて見えにくいですけど、まあこんな感じで、門があって、まあこっちも門があって、はい、もう、木の森林の中にあるというような感じですね。森林ではないか。なんかハンモックで子供たちが遊んでいます。まあこう、ここはまあ、こうずーっと田んぼですね。こう今ちょうど、米を植えてる途中ですね。これがね、ちょうど、9月ぐらいかなになるとものすごい高さになって、めちゃくちゃ綺麗です。まあこの時点では緑で綺麗ですけどね。よっちゃんおはよう。おはよう。はい。わからん。仕事。ちょっとリビングは人がいるので、2階を。まあこんな感じでね、まあちょっとこう開放感がある作りになってますね。こんな感じで外が見えます。下でね、子供たちが遊んでいます。ここが、寝室ですね。これ最近買った自撮り棒で撮ってます。まあこんな感じで、なんか、妻の趣味ですかね。このお人形がいっぱいあります。やっぱこう朝起きるとね、気持ちいいですね。こういう感じで、田んぼを見ながら、朝起きるという感じです。まあ夜はね、ここで、まあ酒飲んだり本読んだりしますけど。まあこんな感じで、もう何もない、のどかな生活をしています。はい。こんな感じで、まあ子供たちが遊んでる横で、ここが、家の隣のお母さんの家ですね。まあお母さんも今は亡くなっていないんですけど、空き家で今大掃除中です。もう4年ぐらいですかね、ほったらかしにしてたので、ものすごいもう、なんですかね、風化が進んでいて、今めちゃくちゃ掃除してます。はい。まあ、こんな感じでね、お母さんの家のリビングが、ありますので、ここで練習しようと思って、実は卓球台を買いました。この四角い卓球台。オーキャットでやった時もこれ、5台組み立てたので、僕にとってはもうこれ、見慣れていますけど。はい、これを今から組み立てて、ここで練習したいと思います。よっちゃん、練習するで。なんか言って。ね、蛍光灯がね、1個しかないので、ちょっと暗いんですけど、こっちもつけなあかんな。まあまあ、練習できるでしょうということで、はい、頑張りたいと思います。今から組み立てます。もうね、ハンモックの使い方を完全に間違っています。これまあそのうち思いっきりこけて怪我するでしょうね。ちょっと3日後ぐらい試合なのでそろそろ怒ってやめさせたいと思います。危ないで。それやって怪我したらどうするのお前。やめて。もう本当にね、簡単な作りですぐに組み立てられました。僕ちゃんとサイズ見たつもりですけど、これなんか小さい感じがしますね。ちょっとミニサイズだったようですね。何？ちょっとだけこれゆっくりしていいの？ゆっくりやったらええよ。まあ、いいでしょう。ね、ちっちゃい台で練習するのも面白いかと思います。はい、それではこれから今日の練習を始めていきたいと思います。最初から割れてますね。さすが。いや、こう見るとね、ネットの作りもまた、こう、しょぼい。やっぱ日本のクオリティって高いなと思いますね。ネット持ってきたらよかったな。ネットぐらいと持ってこれたから。まあでも、できないことはないと思いますから。ものすごい叫んでます。何？蜂。蜂やばい、嫌い。まあ楽しそうですね。いやー。はい、ゆうた、練習やで。
何嫌な顔してんの。ハタタ、ブルだから、ハチタタだよ。ブルだから、はい、なかった。翔太、練習やで。何やる？練習、基本練習。どう？はい、ネット張りました。この、なんていうんですかね、このおもちゃ感がすごいです。はい、ちょっと台は小さいですけど、横幅がね。まあ逆にね、この狭さやったら小さい方が良かったということで、プラスに捉えて練習していきたいと思います。いやー、しかしこうね、タイの家に卓球台を置いて卓球するというこう、非日常感がね、ちょっとこう興奮しますけど、普通ね、みんなこうやって卓球って大体始まるんだと思うんですよ。日本とかね、中国みたいな、その卓球大国はまあ別として、普通ね、例えば東南アジアとか、例えばね、中東とかアフリカとか、そういうところの人たちは、おそらくこういうね、これ大体ね、1万ちょっとぐらいです。1万2000円ぐらいだったかな。で、買った。なんかもう大きさもよくわからん。高さもガタガタ、ネットも、高さよくわからんみたいなところから、まあ、卓球が始まっていくと。なんかこう、卓球の原点を見ているような気がして、なんか、こう、感慨深いですね。うん。タイでもね、スターシニー選手とか、オラワン選手、女子やったら強い選手何人か、有名な選手いますけど、ね、こういう部屋のリビングで卓球してます。オラワン選手はね、ドキュメンタリーも出てましたけど、後ろで弟さんが寝てる横でね、卓球してたりとか、もうそういう中でね、卓球してね、日本人のめちゃくちゃ強い選手勝ったりするんですよ。ちょっと考えられないですよね。こう、整備してる、近代科学の粋のようなですね、日本や中国の卓球を、ね、こういう、タイとか東南アジアの、こんな家で卓球してる人が勝つなんて、すごいなと思います。まあ、そのね、なんかこう、ゼロから這い上がっていくというような感覚をね、大事にして、今日は練習頑張りたいと思います。はいよ。はい。かなり小さいです、台が。なかなか、これ出るの難しいな。強い球打てないですね。打ったらオーバーする。そして蚊がいっぱいいるので目を刺されます。わまさかちゃんとサイズ台のサイズはちゃんとしてたんですけどね、来たらまあちっちゃかったので。網はない、網ないから手で拾って。うん、はい、いくよ。はい、いいしないようにね。はい、入れて、うん、まあこの狭い中に入れる訓練になりそうですね。だから入れて、難しいから練習やろ。うわ、やっぱすぐオーバーするね。ネットも高いな。とはちょうどですね。うん、たまにはこういうちっちゃい卓球台でやるのももしかしたらフィーリングが上がっていくかもしれませんね。これで大きい台でやったら何やっても入りそうな気がすると思います。まあ何でもプラスに捉えましょう。ミスなくだから。子供なんかね、もう感覚でしか卓球やってないから、もう逆に全部見せるっていうね。はい、これで練習して入るようになって、普通の卓球台でやったらなんですかね、亀仙人の甲羅が取れたみたいな感じでピュンっていくかもしれませんね。はい、頑張れ、集中。そうそう、台が小さいのにネットが普通やから余計に難しいな。
いいよ、ゆっくりね。強く打たなくていいからやってね。そう。そうそうそう。それでずっとミスしてるよ。はい、昼食です。おばあちゃんいますね。これがね、タイのローカルフードです。野菜、魚、野菜、卵。まあ、お肉もちょっとありますね。こうね、久々に食べましたけどね。もう日本で食べるタイ料理とは全く味が違います。もちろん僕の家で食べる妻のタイ料理よりもさらにタイ料理です。やっぱり使ってる野菜、調味料とかも香辛料ももうこの田舎に合わせた仕様になってるので、もう味がね、本当にこう、ローカルな味という、なんて言ったらいいんですかね。まあ独特の臭みがあったりとかして、もう子供はもう食べないと言ってますね。いやでもね、美味しいんですよ、慣れてくるとね。はい。ではまあ、ご飯を食べてまた午後の練習をしたいと思います。ココナッツミルクですね。ココナッツジュースか。めちゃくちゃうまいです、それ。これ大体60円なんですけど、こうね、中に入ってるジュースを穴開けてそのまま飲むっていうね。甘いんですよね、本当に。で、まあ、飲み終わったら割って果肉を食べてもよし。ちょっとね、台をね、台がちっちゃいんで、長さを測って真ん中にまあ、当ていいかなんかして、ちょっと長さだけでも調節しようかなと思うんですけど、長さを測るものもなく、いやー、なかなか難儀しますね。しかも今、ネット環境全くないので、卓球台の長さが何センチか分かりません。まあ、実際にね、正しい長さが。はい。まあ、何しか、こう、なんていうんですかね、日本ってすごい整備されてるなと思います。何するにもね、やっぱりこう、大変ですね。こういうところで何かをするには。まあ、ということで、今からちょっと当て着する何か、まあ、長さを測る何かを探し出して、ちょっとやってみたいと思います。奇跡的にですね、スケールがあったので、これで測ったところ、なんと120センチ角でしたね。120センチ角で、ということは、274なんで、34センチ足りないということになり、見てください。34センチの段ボール。まあ、これ、正確にはまあ2センチずつ幅取ってあるんで、38センチって切ったんですけど、はい。見てください。これで、見事卓球台が完成しました。もうこれね、ただ乗せてるだけです。まあ、ネットにボールが落ちるかもしれませんけど、ちょっとね、まあ、とりあえずはこれでやってみたいと思います。ネットの高さもですね、まあ一応、まあこんなもんでしょう。で、これ、ぐっとこう、挟んで持ち上がってるんで、多分、ちょうどいいぐらいの高さになってるはずです。何はともあれ、縦の幅だけはね、これで規格通りになりましたので、オーバーミスも減るかと思います。はい。そんな感じで練習していきたいと思います。妻はですね、石膏ボードを持ってきてくれました。なんか、村の中になんか石膏ボードがあったみたいな。これやったらいけんちゃうことで。はい。段ボールよりもかなり強度が上がりました。はい。揺れてる感じもありません。まあ不安定ではありますけど、だいぶマシになりました。まあ台のね、あの際なんかほとんど使いませんから。まあ、よしとしましょう。はい。じゃあこれで練習していきます。いや、いい。これはいい。はい。石膏ボードの中に置きましたので、ざっくり長さは合ってるかなと思います。はい、オーバーミスもなくなったので、はい、練習行きましょう。はい、いいよ、一歩一歩。バコは。はい。うん、あ、でもやっぱりね、横に量を決めますね。いつもと感じは違います。すごい、狭い感じはしますけど、まあまあ。できんことはないです。はい、よ、集中。帰りで、前で打って、横から打たないで、違う。
前で、違う、フリーハンド、フリーハンド。はい、はい、はい。初日の練習が終わりました。お、よっちゃん来た。よっちゃん、お兄ちゃん行っちゃったよ。ちょうど今、親戚のおじさんがバイクで、二人、後ろに乗せてどっか行ってしまいました。はい、今日は、まあ、朝、午前中11時ぐらいから、今、3時、4時ぐらいか。まあ、大体、まあ、4時間ぐらいですかね。練習して。はい。暑いですけど、まあ、クーラーがないとね、ないと分かってるとそんなに暑くないというか、あるのについてないと暑く感じますけど、ないと分かっていると、まあ、結構、なんかそんなもんかっていうことでできる感じですね。いやー、なかなかね、この石膏ボードも、よう持ってくれて、いい感じで、はい、終わりました。ちっちゃい台でやるとね、難しいんですね。僕も初めて分かりましたけど、やったことないんで、30センチ狭いんですけど、最初別にまあ片方しか使わんかったら、別にフォア側使わんかったらバックサイドでっても変わらんやろと思ってたんですけど、なんですかね、センターラインも30センチ狭いんで、すごいやっぱ狭いんですよね。その30センチってことは、この、なんですね、半分が15センチ、もう片方が15センチっていう感じで狭いんですけど、それがね、例えば、こっちが、あっち狭くなくて、こっちが30センチ狭いとかだと、多分あんまり気に、まあそういうもんだと思ってできるんでしょうけど、どっちも狭いんで、なんか案外結構コントロール難しいというか、まあサイドにこう切れていくわけですね、どんどん球が。まあ、トライ用によっては、なんかすごいコントロールの練習になるんちゃうかなと、なんか思わぬ発見がありましたね。ね、ちっちゃい台でやるとね、動く範囲が狭いから簡単に見えるけども、やっぱり的が狭くなるんで、すごく打つのは難しいです。まあ、機会があれば、やってみてください。ということで。まあ、今からちょっとだんだんみんなが、今、夕方4時半ぐらいかな。だから、だんだんその仕事から帰ってくる人がいっぱいいて、今からまたまあ、親戚が集まって、うちで、みんなでご飯食べるみたいで、続々とお酒が運ばれてます。タイのローカルフードはね、めちゃくちゃ辛いんですけどね。でもね、野菜がやっぱ圧倒的に多くて、なんか肉少ないと、なんかこう物足らん感じがあるような気がしたんですけど、なんかそれをね、なんですか、肉の味っていうのも刺激だとしたら辛さも刺激なんで、もうね、なんかこう、すごい満足できるんですよね。これ不思議と。肉ほとんど食べてないのになんかすごいこう、刺激をもらったというか。なんかね、こういいなと思いました。だからたくさん食べてもね、めちゃくちゃヘルシーということで、もう食べたい分食べてですね、まあ問題ないということですね。はい。まあまあ辛いのはね、痛みに該当するらしいんですけど、辛さの話で言うと、タイ人からすると日本人がお風呂に入るのがよくわからないらしいんですよ。暑い風呂に入るのがね。なんであんな、鍋に入るようなことをするんやと。あなたはトムヤム君になりたいのかと。まあまあ、そういう発想かというふうに思いましたけど。なかなかね、暑いお湯に入るの痛みですよね。痛いじゃないですか、多分。タイ人からしたら痛いんですよ。で、辛いもの食べるのも痛いんですよ。で、タイ人はストレス溜まると、辛いものを食べて、カーってなって、まあ、スッキリするというような、なんか、まあ、そういう習慣があるんですけど、日本人もね、疲れたら熱い風呂に入ってね、まあ、スッキリするわけじゃないですか。あ、すごい似てるなと思って、日本人が熱い風呂に入るのと同じような感じでね、辛いものを食べて、痛みをちょっと体に与えて、リフレッシュするというようなですね、まあ、超回復に似てるんですかね。なんか、ちょっとすごい負荷をかけて、逆に、こう、回復に向かうと。
いうようなことをしてるのかなと思います。まあ、どっちも慣れればね、気持ちいいもんですので、はい、皆さんもぜひ辛いもん食べてみてください。だんだんそういうことが、最初はなんでこんな痛いの食べなあかんねんって思ってましたけど、だんだんね、そういう、痛みっていう意味ではお風呂と同じような認識なんだなと思うと、そういうことかと分かってね、もしかしたら辛いの嫌いな人も好きになるかもしれません。ということでですね、はい、今日の練習は終わりで、今からご飯を食べたいと思います。いやー、ローカルフードですね。なんかナマズみたいな、なんかミニサイズのナマズみたいな。で、今みんなでお酒を飲みながら回して魚を食べてます。初めて食べたけど美味しいですね。こんな感じでね、一つのグラスにウイスキーを入れて、もうそのままストレートで回し飲みしていくっていうね、こうスタイルですね。回ってきたらもう一気です。これはノンモア、ノンモア、モア、モア、ノンモア、ノン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 、うちの父らしいですね。うちのおっぱい。いやー、これはナマズですね。これは鳥。もうめちゃくちゃローカルフードです。いやー、こんな感じで、みんなで、回し飲みしながら。これはね、タイの、これがね、タイのホントンってお酒で、タイはね、外国のお酒がすごい、酒税を変わってて、自国のお酒を守るという意味で、他からお酒が来ないんですね。まあ、また、僕の、ニックネームはピンポンなんですけどね。この、ホンボンと、あと、いくつかのお酒だけですね。あるの。しゃぶしゃぶ、うまし、しゃぶしゃぶみたいな感じで、このね、牛のお乳のこのお肉っていうのはなかなか手に入らないらしくて、今日僕のために、特別に、持ってきてくれたみたいで、いやー、みんなもう、喜んで食べてますけど、いやー、すごいですよ。本当にこう、ローカルフード。そうですね。もう、ここに来ないで、絶対食べれないものですね。牛の乳の、こう、何ですかね、この、煮込みっていうんですかね。いやー、すごいですね。いやー、子供らは多くで遊んでます。いやー、でも、僕もタイ語はね、喋ってること、まあ、2割ぐらいしかわかんないんですけど、いやー、楽しいです。はい。まあ、こんな感じでした。